鈴木秀隆は、日本の政治家、通産、計算官僚。三重県知事、中央防災会議員。身長は176センチメートル。妻は、元シンクロ五輪メダリストの武田美穂。本名は、鈴木秀隆だが、政治家としては名前を音読みとしている。兵庫県出身。田中学校、高等学校、東京大学経済学部を卒業。 1998年通産省に入省、大臣官房総務家族。その後、経済産業政策局新規産業室、産業構造化勤務など、経済官僚を約10年間務めた。2008年、自由民主党の三2区支部長に就任。2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙に、 立候補するが民主党現職の中川真っ盛春に敗れ、落選した。2011年2月、自由民主党を離党し、同年の三重県知事選挙に立候補する意向を表明。同年4月10日に行われた三重県知事選挙では、自民党推薦、みんなの党推薦、公明党三重県本部の指示を受け、立候補。37万9472票を獲得し、 元津市長の松田直久を僅差で下し初当選した。就任時点では、大阪府の橋本徹知事を抜いて、36歳の全国最年少現職知事となった。戦後の歴代三重県知事は、初当選の時は、田中里氏、田川良造、北川正康、野呂明昭彦と、すべて非自民党系候補として当選している。鈴木は、 自由民主党推薦候補として初当選した初の三重県知事となった。2014年11月21日、2期目への立候補を表明した。2015年4月12日、自民党、公明党、新生三重の推薦を受けて再選を果たした。2019年4月、3期目の当選を果たした。2021年8月5日、 会見で年内に予定される第49回衆議院議員総選挙に34区からの立候補を表明。合わせて9月12日付で三重県知事を辞職する意向を示した。三重県知事に就任する直前まで暴力団員との交友が指摘される砂利採石業者から顧問料として計330万円を受け取っていたことが分かった。自由民主党三重県。 第二選挙区支部長を務めていた2010年5月から2011年3月までに、顧問料として月30万円を受け取っていた。会社の事業には関与せず、勤務実態はほとんどなかったという。鈴木知事は2012年2月23日に記者会見し、すでに確定申告を済ませており、法的には問題ないが、就任前のこととはいえお騒がせしたことは、 三重県民に申し訳ないと話した。問題の業者については、暴力団と関わりがある企業であるとの認識はないとも述べた。この業者は自由民主党の三谷屋の衆院議員にも献金しており、和歌山県警によって暴力団との関わりを指摘されていた。2011年3月11日に起きた東日本大震災による福島第一原子力発電所事故を受けて、 3月17日に四日市の中央建設が日本に3台しかない50メートルアームの生コン圧送車を操縦士と共に2台提供できる準備が整っていることを東京電力に仲介して紹介した生コン圧送車は福島に派遣されたが3月22日から日本政府が外国から借り上げた生コン車を利用することとしたために30に引き換えさせられるなどした後 再び福島に派遣されている。ありがとうございます。